はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼ロックをカミカミしながら実況プレイ、今回が第27回目、どうぞよろしくお願いします。ということで本日はワールドクラブカップ準決勝第1試合イベントス VS ロサンゼルスの試合を行っていきます。まあ、この試合ですが、あえてこうキャッチーなところをクローズアップするんであれば、ヒューガ VS ミハエルというね、この2人の対決とも呼べるかと思いますが、実はクラブでの対決というのはね、これが、2度目になります、ね。その第1回目の対決というのがくしくも第、1回目のワールドクラブカップの大会地区大会だったっていうね、そういう因縁があったりしますね。当時はメキシコシティに所属していたヒューガ君、しかし結果として、ワールドクラブカップに出場できたのはロサンゼルスのミハエルだったというね。なんでね、この一戦はヒューガ目線で辿っていくんであれば、チームを変えてのリベンジマッチっていう見方もできますし、同時にそれ以外の選手たちがここまでこう積み重ねてきた数々のドラマっていうのもありますんでね、特にセザール選手とかね、今日は隣にヘルコさんがいるからね、名前を出してくれと事前に言われてるんで、セザール1回言うことに300円もらえるみたいな。まあね、そういった具合にあらゆる角度からね、僕も、今日のこの疑似サッカー観戦を楽しんでいきたいなというふうに思ってますんで、どうぞ、よろしくお願いします。よし、そしたら早速やっていきましょう。よし、行こう、行こうぜみんな。おう、いやー楽しみですね。おっと、これ OK ね、OKOK、よっしゃ。そしたら間もなく両チームのシステムが表示されてくるかと思います、まずはロサンゼルス352、ミハエル君は、1回戦で、ゴールを決めていますよね。女房役のアルバート君との、ね、コンビプレー非常に楽しみなんですけれども、一方のイベントス、こちらが433、もう鉄壁のね、ユルゲンさんですとかね、セザールさんといった、素晴らしいディフェンダーがいるユベントス、そして攻撃陣もね、フォントランがスパークしてますからね、ただいま、ヨーロッパ選手権では MVP、 大会 MVP に輝いたフォントラン選手、果たしてこのワールドクラブカップでもスパークするのか、楽しみですね。準決勝の模様をお送りしてまいります。現地の気候ですが、現在気温、そういえばね、前回の動画で3位決定戦と5位決定戦をもう見てみたいですというね、リクエストを、視聴者の方からいただいてました。実際のね、クラブワールドカップではそういうのがありますしね、僕もこう瞬間的に感じる楽しさ、ね、みたいなところでやる方向で一回考えたんですよ。ただね、スケジュールを全体こう見渡した時に、先との関連性がちょっと少ない試合を、2つ間に挟むとちょっとね、間延びしてしまうかなっていう印象が僕の中でしましたんで、今回のこのシリーズ中、ね、シリーズの中ではちょっとやれないんですけれども、別枠でやろうと思ってますんで、どうぞ、楽しみにしてもらえたらいいと思ってます。はい、本日の主審はアルバロ・デボタさんです。バロ・デボタ誰じゃバロデボ。よし、じゃあ、設定を変えていきましょう。クラブだ、カップモードだけこうやってやらないといけないんだよな。よし、じゃあ始めます。さあ、準決勝、さあ笛が鳴って試合が始まりました。イベントスが左から右へ、そしてロサンゼルスブルーのユニフォーム、こちらが右から左へと攻めていきます。まず最初にボールをコントロールしているのがユーベントス、セザール、セザール、セザールセザール今日ね、隣にテルコさんも応援に来ていますからね。さあ、これはちょっとドリブルが大きかったロサンゼルスのディフェンスカットします。ではここでファーストゴールクイズに移りましょうかね。今日のファーストゴールクイズです。僕の予想はどうしようかな、ミハエル君がいいかな、かっこいいんで。前回オークランド戦で素晴らしいジャンピングボレーシュートを放ちましたからね。皆さんからのコメントでもね、ミハエルが輝いてる、ミハエルキレキレって言ったタグもつけていただいたりもしましたしね。ミハエル君見ていて面白いしね。僕の予想はミハエル君。さあ、シレア君からいいパスがファケッティさんに通ります。ファケッティ、
かしここはチャップマンがチェックに入る。ボールを一旦クリアされます。ボールはタッチラインを割ります。ボールを入れるのはイベントス。さあボールはセザールへ。お、ヒールでのパス、マニコーネにつながる。前方に放り込む。このボールはロサンゼルスのディフェンス。これまたクリア。チェックに行く。さあ中盤での攻防、ジョーダン、この人が背番号10、ゲームを組み立てていきます。さあブルーのユニフォームのロサンゼルス、競り合います。地区大会の時はですね、まあ、僕も第一印象としてはロサンゼルスちょっと苦戦するんじゃないかと思ってたんですけれどもね、ここまで非常にいいサッカーをやっているんでね、パワフルでね、皆さんからのコメントで力技のロサンゼルスっていうコメントいただいたんですが、このプレーに対してイエローが出ています。ミハエル君、セザール潰し。うちのセザールに、なんてことを。さあジョーダンからミハエルへ、ヘッドで落とした。その先にアルバートがいたんですが、このコースはユベントスのディフェンス陣が読んでいた。ヒューガがヘッドでファケッティにボールを落としてつなげる。ファケッティ、そしてセザール、セザールからフォントラン、中に折り返す。しかしこれはつながらない。しかし必死にボールを追いかけて自分たちでものにしたのはユベントス。ベッテがアバーテ、おっとここ強引にジョーダンがボールを奪ってそのまんま右サイドを駆け上がっていく。折り返せるかジョーダン。中にはミハイロ見るぞ。このクロスはちょっと長かった。ボールはクリアされます。ベッテがファケッティ、マニコーネ、そしてセザール、マニコーネ、パス交換。また返した。さあまたオーバーラップしていくのかセザール。目立ってますね。そしてフェイント入れてからフォントラン、欧州大会 MVP。 ここはジョーダン自身もね、2つのゴールと1つのアシストを欧州選手権では決めていますからね。そしてファケッティさん、この人2度 MVP に輝いている。おっとナイスインターセプトからヒューガ、中を見てフォントラン、打てるか、パス、シリア、シュー、決まった、ゴー、ユベントス先制。均衡を破りました。ナイスゴール、シリア。ヨーロッパ大会で大きな1点を決めたシリア選手が、またまたこのワールドクラブカップの大事な試合で大きな大きな仕事をしてきました。シリア、ナイスゴール。さあリプレイ見ていきましょう。ヒューガがここでためを作ってフリーの状態になっていたフォントラン、そしてフォントランからシレアへ、ポカーンと引き足ではない足を使ってゴールを決めました。私の引き足は頭です。さあいい時間にユベントスが先制しました。さあ先制してもなお攻めるユベントス、この攻撃的なサッカーでヨーロッパ選手権をものにしました。さあフォントラン、マニコーネ1回返す。マニコーネ運ぶ。この辺も時間をかけていきます。ユベントスここまで下がってユルゲンに返す、組み立て直します。しかしこのパスヒギンスが読んでいた、インターセプト、一気に駆け上がる。クロス、いいボール、ヘディングシュートは若島津キャッチ。若島津くんもね、ヨーロッパ大会決勝戦を除いては無失点で抑えてきた男、大会最優秀ゴールキーパーにも何気なく選ばれていたりとかするんですが、さあユーベントスが1点先制している。さあこれはフリーの状態、空いていたサイドに開いていたマイヤーが切り込む、クロスを入れてヘディングシュート、任します、ナイスセーブ。さあコーナーキック、ロサンゼルスが攻める、ヘディングシュート、バーの上。いやー若島津くん、さすが最優秀ゴールキーパー、ナイスセーブでしたね。さすがの空手ディフェンス、そしてボールを外にクリアしたあのディフェンダー、多分セザールさんじゃないですか、テルコさん。間違いなくセザール。
あー、ヒューガ君のシュート、これはちょっと足にミートしなかったか、勢いがありません。あー、いいタップでしたね。競り合った、今のはファールです。さあリスタート、試合は早くも40分を過ぎて、まもなくロースタイムに入ります。放送席、カメラさん、キャプテン、ファケッティ、マニコン、フェイント、フォントラン、しかしこれはちょっとトラップが大きかった。ボールを奪うロサンゼルス、ドラガン、アルバート、そしてマイヤー、このコンビネーション、そして中央にはミハイルも走ってきてるが、折り返す、これはユベントスがクリアする。いやー、さすがユベントスのディフェンスは硬い。試合は前半終わって1対0です。ユベントス先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか。いいペースで試合の運びができました。いやー、なかなか守りも悪くないですね。緊張感のあるいい試合ですね。内容を振り返ってみましょう。前半34分、さあハイライト、まずフォントランのアシストでシデアがボカーン、頭ではなく足で、右足で決めました。この男ディフェンダーなんですけど、フォワードをやっていますっていうね。今出ていますね、この場面ですよね。監督采配ですね。あの局面で先制、そしてこのヘディングシュートは若島君ナイスセーブ。シュートだけでなくね、反応できない、そこからヒューガ君、これはちょっとスピードがなかった。ボール早かったですね。ユベントスとしては先制点は入って、ミハイルも張り切ってますね。石崎君は敗れてしまったんですけどもね、なんとか優勝を目指して頑張ってほしい。さあスタッツなんですが、ユベントスは2本のシュート、両方とも枠内に入って、これを見事決めています。支配率ではほぼ互角といった形になってますね。それでは続いて後半戦も見てまいりましょうか。さあ後半戦の笛が鳴りました。ブルーのユニフォームにロサンゼルスが左から右へと攻めていきます。まずはミハイルがドリブルでキープ、ミハイル、あーとこのパスを間に込んでがインターセプト、スライディングで奪う、スライディングでまた取り返す、ユベントス、パス中央にいたシデアへ、ドリブル、ドリブル、欧州大会の決勝戦でもね、シデア君の積極的なドリブルからチャンスが生まれましたからね。全くその苦手意識がないっていうのがいいですね、シデア君に。ドリブルが苦手っていうね。さあシデアからサイドに開いていたアバーテ、折り返したグラウンダーのボール、これをなんとか一旦横に切っています、ロサンゼルス。さあちょっとトラップが大きかった。しかしボールはユベントス、スローインからリスタート、シデア、シデア折り返せるか、ヒューガもいるぞ、折り返す、このボールにフォントランもいたんですが、ここは一旦ロサンゼルス切ってます。さあドラガンアッシュ、ドラガンアッシュ、さあヒューガのシュート、これまたディフェンダーのプレッシャーがかかっていたのか、今一つシュートに勢いがない。さあヘップバーンが大きく前にクリアします。クリアボール、なかなかミハイル君にボールがつながりません。ロサンゼルス、おっとこれは、これはファール、一旦プレーが止まります。チャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。そうですね。さあマニコ、もう少しバリエーション変え、このパスはロサンゼルスカット、ジョーダン、ふわり浮かしたパスはミハイルに当てようとしたんですが、これも読まれていた。入ってきてますよね。ユベントス、ここからの攻撃になります。さあユベントスがボールを支配、マニコーネ、ヒューガー、フォントラン、マニコーネ、ヘップバーンが奪う、カウンター仕掛けるロサンゼルス、これは通りそうだぞ、ミハイル、ミハイル、ミハイル、ターン、パス、シュート、決めたー、ロサンゼルス。そして抱き合う2人、4、5人、6人たくさん来た。これは嬉しいゴール、うわミハイルうめえ。攻撃の形は良かったんじゃないですか。ハイライトリプレイ見ましょうか。ここで自ら行かず一旦止まって反転する、この余裕、これにはさすがの鉄壁なユベントスディフェンスもバランスを崩されたというか、ここでも若島津君が意表をつかれてますもんね。そしてここで女房のアルバートへ、そしてきっちり決めます。かっこいいぜ、いいコンビプレー。
なんとロサンゼルスがヨーロッパ王者のユベントス1対1追いつきました。ユベントスで追いつきました。ロサンゼルスさあヒューガー、ミハエルが頑張ればヒューガーも頑張らなきゃいけないっていうのでね、打ってきましたシュートを。ヒューガーもこれでちょっとずつ元気を取り戻してくれると嬉しいんですけれどもね、刺激を受けてね。さあロサンゼルスが攻める。縦にボールが出てフォントラン、ちょっときついですよね。ヘップバーンがボールを奪う。右へ出した。ドラガン、アッシュ、そしてジョーダン、後ろからチェック、足をかけてしまったユルゲン。フリーキックになります。さあフリーキックです。ここは気をつけないといけない。セットプレーからねゴールは生まれやすいですからね。さあヒギンスへ、エリア内入っていったシュート、これはマニコーネが足を出してブロック。ゴール前うまく合わせたいですね。さあコーナーキックです。これはどうか、入ってきた。クリアできるかユベントス。ここはよく守りました。なんとかクリアします。さあ試合は25分過ぎて1対1。小さく出した。この均衡を破るのは果たしてユベントスかそれともロサンゼルスか。勢いがあるのはロサンゼルス。さあアッシュからマイヤーへ、左へ回す。中央ドラガン、ジョーダン、誰に合わせるか。マイヤーサイドアタッカー、ボランチのドラガンが自ら行こうとしたがここはカットされてます。さあシリアからファケッティ、そしてこのピンポイントパス、長すぎました。惜しくも繋がらない。ヒギンスからミハイルへ、おっとこれはフリー、アルバートエリアに入っていった。一旦サイドに開いてクロス、しかしここはパガニンがついている。奪い取るアルバート、ミハエルシュート、ここはセザールに当たる。ミハエルがまた自分に行く、諦めない。ミハエル VS セザール、クロス、これはセザール足入れてコースをカット。ミハエルがまた行く、中に入れた。しかしここでパガニンが、いやアルバートに繋ごうとした場面だったんですけれどもね、ユベントスのディフェンス、パガニン選手がうまくインターセプト、そしてインターセプトしたボールからフォントラン、そして縦へファケッティ、チャップマンがついている。ファケッティも粘る。キャプテンファケッティ、マニコーネ、フォントラン、シュート決めた。フォントラン均衡を破ったのはやはりこの男、ヨーロッパ大会 MVP フォントラン選手。さあスローを見ていきましょう。これはマニコーネかな。マニコーネがここでボールを貯めて、前半にもこういう動き、いい動きをしてましたからね、マニコーネ選手。そこからフォントラン、さすがだと思いますよ。まだ試合終わってないんで、ワイドに開いていたんでディフェンダーがフォントランの動きに気がつかなかったのかもしれませんね。さあユベントス右サイドから一気に中に走り込んできた、そんな感じですね。さあいい時間帯に1対2勝ち越しましたユベントス。そしてユルゲンさんにはイエローカード、ね、カードは累積してきますからね。さあミハエルセットプレー、アルバート、もうガンガン攻撃意識が高くなってますからね。今ロサンゼルスはユベントスはさすがにここは守りに来てます。絶妙な感じだったんですけどね。さあどうなる。1対2ロサンゼルス追いつけるか。ボールはファケッティへ、ファケッティドリブル、キープキープキープ、ファケッティ個人技、ファケッティ自ら行く、ファケッティ粘る、ファケッティさん折り返せるか。ここはファウルを取られてます。いい位置からのセットプレー、そしてここでファケッティさん下がって4区投入します。いやいい仕事しましたね。さあセットプレーはヒューガ小次郎、ヒューガ上げる、これはクリアされた。セカンドボールはロサンゼルス、カウンターを仕掛けたいところですが、ここはユルゲンがボールを奪い、マニコーネへ、マニコーネ変わったばかりに4区からセザール、セザール、トップに入っていたセザールが決めた。いつの間に
しかし隙間から抜けたところによく対応しました。セザールさん、いいボールも入ってきましたからね。大会初ゴール。画面にはリプレイが出ています。セザール、なんと言いますか、うまく前に繋がりましたね。後ろからね、私の隣には泡吹きてる子がいます。さあスローを見ましょうか。さっきの4区が投入されたシーンでおそらくセザールがトップの位置に入ったんでしょうね。そしてその変わったばかりの4区からセザールへヘッドで落としてシュート、お見事、決めたぜセザール。そしてここでお役ごめん、バンチェフが、バンチェフが投入されます。竹野聖子と照子宇治さんは今隣で出身していますけれども、さあ試合は続いてきます。3対1、あの時間帯から追加点を挙げたユベントス、やはり強いヨーロッパ王者、伊達にね翼を破っていませんからね。そしてここで笛が鳴って試合終了です。3対1、ユベントスが決勝戦進出を決めました。いやー最後はポンポーンと2発ゴールが決まって興奮してしまいましたけれどもさ、ハイライトを振り返っていきましょう。まずはこちらが先制ゴール、ポンドランからシレア君。それでは試合を振り返ってみます。足で決めたシレア、ユベントス先制点、ヨーロッパ選手権に続いて活躍してますね。ゴールスピードもかなり速かったですからね。しかしその後後半ミハイルの頭脳的なプレーからアルバートが決めた。センターフォワードアルバート背番号9、あの場面が勝負の分かれ目でした。あの冷静さね、落ち着きが素晴らしかったミハイル。そしてちゃんとそのパスに期待に応えたアルバート選手も素晴らしかった。しかしその後マニコーネからのキラーパス、さあそろそろ受けたフォントランが勝ち越しゴールを決めます。どうもありがとうございました。この人は本当はディフェンシブハーフなんですけどね、大活躍です。フォントラン、そしてこれセザールのまさかのセザールゴール。年齢詐称疑惑もあるんですけれどもね、セザールさんアラフォーの星と呼ばれていた1年前にはアラフォーの星と言われていたセザールさんがなんかね年齢詐称してるって噂があるんですけれどもね。さあ終わってみたら3対1、ね、スコアは3対1ですけれどもね、途中までは本当に拮抗した緊迫感のある試合でしたね。支配率でもねもうほぼ互角、シュート数も6本ずつというふうになってます。いやナイスゲームでした。個人試合記録沸かします 5.5。 そしてマノーさんマッチはセザール 7.0 点、素晴らしい。ファゲティ 6.5、 ポントラン 6.5、 そして注目の日本人選手ヒューガ小次郎 5.5。 いやー苦しんでますねヒューガ君。対するロサンゼルスなんですけれども、アルバート選手は 5.5、 ミハエルは 6.0、 やはり負けてしまったということで全体的に厳しい評価点になってますね。いやしかしユベントス実力通り、準決勝ロサンゼルスを破って決勝戦進出を決めてきましたね。続いての試合なんですけども、続いては、準決勝もう一つの試合、アルヘンチノス VS ハートランド FC になってきますのでね、これまたキャッチーなところで言えばディアス VS アルシオンっていうね、これはこのキャプテン翼シリーズでは初めての、対決になってきますのでね、非常に楽しみにしてます。はい、そしたら、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。皆様からねコメントで、やっと追いついたよ翼シリーズ全部一気に見てやっと追いついたよってね方、からのメッセージもね、ちらほらといただいていたりとかして非常に、幸せでいっぱいです。キャプテン翼ロックは、もう少し続いていきますので、引き続き一緒にねこう、思い出を共有しながら、楽しんでいきましょう。はい、そしたら最後までご視聴ありがとうございました。またね、おやすみ。